はい、皆さんこんばんは、カナダガイです。いつもチャンネルのご視聴やチャンネル登録、さまざまなコメントや高評価など大変感謝しております。というわけで今回は奥多摩氷川渓谷の清流をツーリング向けのサップボードでゆっくりと川を下って皆さんがご覧いただいているように、私のサップのスタイルとして海や湖、川など無理のない範囲でさまざまな場所でサップでの旅がご紹介できればと思い、それぞれのスキルを身につけたく考えておりましたが、決して全ての方におすすめすることはできませんが、今回の動画では川でのサップの特徴的な部分をご紹介できればと思います。
とうございます。いやなんかまあいやだって日本に帰ってるって10年10年ねえ、
りましたね。やったぞー、ミッションコンプリート。お、結構これ。お。というわけで、今回は奥多摩の日田渓谷から白丸湖のあたりまで多摩川の上流を下ってみましたが、今回はおすすめというよりは水の上の旅の記録として残してみました。この先の穏やかな流れの白丸湖はまた次の動画で。というわけで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。